しがらき高原鉄道 SKR400 系機動車は2015年に登場したしがらき高原鉄道の機動車である。SKR300 系 SKR301 号車を置き換えるため2015年9月に導入された。しがらき高原鉄道鉄道の新車導入は SKR310 系 SKR312 号車が2002年に導入されて以来13年ぶりである。 新潟トランシス製 NDC シリーズで、しがらき高原鉄道鉄道では、初の18メートルクラス車である。製作費用は税込みで1億7280万円とされている。お披露目時に、しがらき焼きのたぬきが置かれた、車内運転席新潟トランシス製の標準機動車 NDC をベースとし、しがらき高原鉄道で初めて18メートル級の車体が採用された。 客用扉は片側2箇所、運転室直後に1箇所、反対側の小窓1枚を挟んだ、車端にもう1箇所が設けられ、運転室には乗務員扉も設けられた。扉間には固定窓6組が設置された。戸袋クロに窓はない。当都市ば木の伝統を鉄道により、未来へつなぎ、四方を山に囲まれた高原の風景に溶け込むデザインをコンセプトとし、 塗装色は、しがらき焼きの温かみのある色味と、高原の紅葉をイメージした茶褐色をベースに、金色のラインが3本入れられたが、これの3本のラインには、山、間、民が一体感を持って、鉄道を未来へ守っていくという意味合いがある。客室は、ロングシートで、読み側車端部に車椅子スペースが、設置され、扉には開閉予告チャイムが設置された。内装は側壁。 床ともに木目調のものが使用された。車内には運賃箱や整理券発行機などワンマン運転用の設備が搭載されている。前面には LED 式の行き先表示器を備えている。エンジンは新潟原動機制の DM 十 13Hz ディーゼルエンジンを搭載を一気搭載。動力は多君マイナス33から1608液体。 変速機を介して台車に伝達される。台車は、前くらいが二軸駆動の動力台車 NF01PD、後くらいが受台車の NF01PT。その他、砂巻き装置とフランジというきが搭載された。列車情報制御装置が搭載され、全電子制御となったため、 SKR500K 以外とは並結運転ができない。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式能力 18kW のもの2台が搭載された。SKR401 が2015年10月4日に営業運転を開始し、代替として SKR301 が前日の10月3日に営業運転を終了。 奇襲鉄道に譲渡された。ブレーキ方式が変更されたため、在来車とは連結できない。SKR500 系の登場後は、SKR500 型と連結して運用されることがある。ありがとうございます。